ははいどうもこんにちは、えっと、今日はこの丸山の桐太郎っていう背負いの道墳について、えー、これ思ったより良かったんですよ。でそれ説明したいと思います。えっとその前にですね、えー、この桐太郎の前に、えー、私結構ねあの牧田の電動工具っていうか 電動機いいろろ使ってますこのチェーンソーとか仮払い機あとヘッジトリマーとこのブロワーなんかも使ってますそれでいろいろ使った中でこれ一番良かったんですよ本当にそれで、えー、まずねこれからいきますけど例えばチェーンソーねチェーンソーなんかも、えー、モーターっていうのはすごいトルクがあってトルクっていうかまあ結局パワーがあって えこのチェーンソーねこの見てもらえば分かると思うんですけどバーが長いんですよ最大この4 0ンチのバーがつくんですよそれだけパワーがあるっていうことですよね。でこれもね非常に良かったんですけどまあ例えばそうあの仕組みですよね。構造的にえこののマキタの えっと構造的にこのマキタのリチウムイオンバッテリーを使うっていうことでこのバッテリーがねーあの使用中っていうか作業中にスペアの分を充電できるんでまあ実質充電時間がゼロになります電気自動車なんかと比べた場合圧倒的にあの電動化のメリットが出るとこです。 電気自動車とかか意味わんないですよね例えば2時間走るために1時間充電するとか何のための自動車なんだよっていう感じなんですけど、まあ、こ,うそあのこのマキタの,そのカセット式の、ね、バッテリーを使う、まあま、マキタに限らないですけどこのバッテリーがカセット式だっていうことで、えー、非常に電動化のメリットはあります。 例えばあのチェーンソーなんかの場合だったらこのエンジンこのえカバーの中にこのほぼ同じエンジンが収まってるんですけどえ例えばこのエンジン機なんですけどチェーンソーのエンジン機このエンジンが必要なんですよもちろんそれでえ電動機には付いてない部品がありますここのクラッチこれは エンンクラッチっていうのがついてんですけど、電動機になればこれは必要なくなります。あとマフラーとかね、いろいろエンジンの周りに余分なものがついてます。で、そこそこの重さありますよね。だけど、うんまあ、いいとこ悪いとこあるんですよ。この、えっ、ー、と、電動機の場合は、この18ボルト、これの場合はね、18ボルトの バッテリーが2個付くようになってます、えー、600グラムぐらいあります1個だからそれだけで1キロ200グラムぐらいは12 g 1200グラム1200グラムぐらいはあの重くなりますエンジンっていうのは燃料の重さっていうのはほとんどないんですよただこの電動機になるとその 燃料っていうかバッテリーの重さが問題なんです。このチェーンソーの場合はね、でそれでさらにえ結構消耗も激しいです。でこれはね、これ自分の使い方が悪かったんですけど、あの無理して使うとバッテリーが壊れます。壊れるってことなんですよ。あと草刈り機もあれですよね。例えばあの夏場暑い日 暑い日にやると、あのー、これ機種にもよるでしょうけど基本熱に弱いんですよバッテリーって。でどんどん激しく使うと温度が上がって周りの気温も高くてどんどんバッテリーの温度が上がって止まってしまいます。その点ねエンジンっていうのはこの、うん、フライホイールっていうのがあってこれがファンになってて。 こう強制的に風を作ってエンジンを冷やしてんですよ。だからエンジンの方がすごい熱に強い部分はあります。うん、そういうねメリットデメリットをありました。あの感じてました。あの例えばねあとブロワーに関しては電動機って音は静かなんですけどブロワーの場合風の音が大きくてでまあ、それもねまあ 事前に分かるっちゃ分かってたんですが、うん、この電動機としてのメリットが活かせる工具とうんその点ねあのこの、うん、背負いの,あの噴霧器ですねこれの場合は、えー、まずこの作業時間は こ,のこれを助走で使えばあの圧力あんまり必要ないんですよ。この絵の場合、えー、0から0.5メガペスパスカルまで、えー、無段階で調節できるんですけど圧力を。で助走の場合は圧力低くていいんですよ。だからあのバッテリーが長持ちします。でこの <laughs> えっと6アンペアワーまで。 入るんですけどね使っていいことになってんですけどこの6アンペアはワーこれ使った場合は最大300時間使えます <laughs> それでそのね使ってた間にもう一個充電しとけばいいわけですからまあ実際最大時間持たなくても。 十分な作業時間が得られるわけです。ここでね、ちなみにあのー、かこれバッテリーと充電器付きのを買いました。あまり高くないんですよ。それほど、えー、最初からついてる分には価格が高くなかったんで、これ付いてるのを買いました。ただね、このバッテリーに関してはこのマキタの純正は えー、単品でで買うと結構高いです互換バッテリーっていう安いのもあるんですけどねまあそれはそれで安いなりの理由があるみたいなんで、えーまあ、とにかくこの背負いの道翻を除草に使うことに関してはあのーうん、電動化によるデメリットっていうのはほとんどないんですよ。 ほとんどない、えー、全くないですねで。音はもちろん静かだし結構ねこれ、あのー、田舎でもこういうのを早朝やったりとかするわけですよ昼間暑くてできないんでねで住宅地とかあるいは自分家の家族の中でも苦情が出てしまったりとかそういうこともあるんでこれ電動機だとねものすごく静かでいいです。 あとこのエンジン機の違いはエンジン機との違いはこのエンジン機の場合ここにバルブがついてるわけですけどこれはスイッチなんですよねスイッチがついてます、えー、だからあのこのスイッチをオフにした時に圧力あポンプも当然止まるわけですよだけど エンジン機の場合はバルプを止めてもエンジンが回り続けているとで結果、あのー、この液が漏れやすいっていうかねた垂れやすいそういう傾向はあります。これの場合は全く垂れるあれはないですねあとこの <laughs> これホースとこのスイッチのための配線がこの中を通ってるわけですけどこれゴムのパイプを。 ビニーールのカバーがついてます。これで万が一このホースが破れた場合この薬剤が噴出してしまう場合もあるんですけど周りにこのビニールのカバーがついていることで作業者がその薬剤を浴びてしまうっていう確率はかなり少なくなると思います。かなり、これ。 コードをカバーしてるっていうだけじゃなくて安全設計のためでもあると思いますよくできてます。それでねあのこの牧 <laughs> 田のも同じだと思うんですけど牧田とこの丸山ね違いがちょっとわかんないんですよどっちか,からの OEM なのかななのか。とにかく <laughs> マキッタにしてもこれにしても、うん、ラインナップもほぼ同じですねこれキリッタローってやつですけど、えー、これは15リッター入るやつで、さらにこれの上にキリショこれの下に、えー、キリ姫っていう10リッタータンクのがあってあと圧力があー最大圧力が若干違うとまあえー、噴霧ねあ圧力を上げる作業でなければ 全然問題ないとあとまあ結局これであのえっと本格的な背負いっていうのはね今まで本格的な作業できないイメージを持ってたんですがこの高濃度ラウンダップっていうのを使うことで、えー、要は10倍従来の10倍の濃度を使うんで、まあ、単純計算で言えば これ150リッター分背負ってんのと同じなんですよ大きな同粉でホースを引っ張って、えー、歩くよりも同じ仕事ができて楽にできると、うん、たった15リッター背負うまあ 10, 10リッターでも5リッターでもかわないんですがまあ背負う少ない背負う量で大きな仕事が できますこのラウンドアップマックスロードを使った場合ですねはいだからまあこれねそれもまあその組み合わせねマキッタの電動とこの噴霧器あとノズルあと除草剤それぞれねメーカー違いますけどこの組み合わせでものすごく良くなってます。 これねエンジン機今使ってる人もうんまあすごい買い替える価値絶対あると思いますね。これいいと思います。はい